はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第2回やっていきたいと思います。前回、変なやつに襲われて一応撃退したところからスタートになります。で、多分左上体力バーだと思うんですけど、もう結構やばい。で、今回のアイテム、そう、このスロット数に応じてこのスロットの数だけ持てるっていうシステムですね。まあ、全体的なシステムはバイオハザード4に、近いということみたいなんですけれども、結構銃でかいな、これ。ハンドガン。まあ、いいか。まあ、アタッシュケース買えば、多分また増えていくんで、マス目自体は。これいける？なんだ、しまって。ここでは使えない。で、あとマップを開くと、なんか結構便利そうで、ほらほらほら、なんか、鉄格子の鍵とか、錠前とか、で、未発見アイテムありとか書いてあるんだよね。ここも。これは、アイテム発見済み。これ助かるよね。で、要はここの中に行くかどうか。ただね、弾がもう、ないからな。戦闘訓練受けたんだったら、バイオハザード4みたいに足元狙って蹴りで追撃っていうのがハーブだけでなんとかなるんだっけ。クラフトだよね。やっぱりクラフトしないとダメか。ハーブと薬液で回復薬という感じなんで、ハーブだけでは使えないと。まあ普通そうだよね。リンゴがあるじゃん。このリンゴはでもなんか普通に食べられそう。まあ食べたくはないけどね。でもし本当に瀕死の状況になったら、てかこれどこ？あ、これ今ここか。なるほど。これ便利だ。マップ便利だな。薬液がある。いや、これもう使うでしょう。もう多分使えってことだよね。最初の襲われたところで、体力減るから、薬液。サバイバリスト。で、薬液があります。で、薬液自体は、そう、なんか、罰がさ、決定だからさ、ちょっとまだ慣れてないんだよね。うわ、超痛そうごめん。いや、これ痛いだろ、めちゃしみるよね。一応血は止まってんだ。あれ、E さんってさ、そのバイオセブンで腕なくなったじゃん。その後どうなったんだっけ？無理やりくっつけられて、その腕でやってんのかな。あ、これでアイテムはもうなくなりましたと。まあ、回復薬。ノーダメージでこなせたら、回復薬が1個余裕ができてたけど、どっちへ行けばいいんだ？そもそも。ちょ、行けなそうだしね。弾不足、弾4発。もう一回戻んのか？この、屋敷に。てか、屋敷に入れないんだけど。こっちから？いや、さっきのおっさんのショットガンは惜しかったよな、あれ。何なんだよ、マジで。またナイフで応戦とか無理だからな。追撃あんまり説明書とか全然読んでなくて、追撃できるのかな。追撃できるんだったら、そう、バイオ4はね、追撃になれると結構弾余裕ができるんだよね。逆に銃弾だけで倒そうとすると弾不足になるっていう。蹴りがめちゃくちゃ強いんで、まあ、レオンだからね、本当に大統領のエージェントなんで。で、ここでチェーンカッターを使えってことかな。使いましょう。うわ、あ、ここって、あれ、いや、でも違うか。なんか最初に通ったところかなってちょっと思ったけど、あ、なるほど。未探索の部分はこういう感じになってんのか。まあまあ、まだ全然最初だからね。こっち、あ、一応いける。冷たい。よくこのまま行こうと思うよな。あ、待って、こっちからも行けそう。行けそうっていうか、なんかがあるかな。これ普通のマップにアイテムが落ちてるとか落ちてないっていうのは出てないのかね。ほら、バイオ4も
最初村だったじゃないですか。でいろんなところ探索するとやっぱり結構弾とか落ちててね、なんだよマジで。え？てかもうすでにさ戦いは始まってるとかいうのはやめてほしいんだけど、弾がねえか、それ何なのこれ、反応がない。は？なんて反応がないのに、そういう幽霊的要素も。ハンドガンの弾、よし。上？マジか。こういう狭いところはちょっと望むところではない。基本的に敵をスルーした方がいいのかどうかだよね。やべ。マジで？え、待って待って、ホールド？ちょ、待って待って待って、わかんないわかんない、ここ、ホールド。え、このうちになんかどうする？上行く？やべえ。あ！関係ない。時間を稼いで、取れるもん取ろう。あ！貴様。上から来るか？ちょっと待って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 。上来た。いや、死体か？いや、まずいな。どうする？あそこはもう封じちゃったかな。自分で退路を塞いでしまった。来るか、どっから行く、ここから逃げられない。うわ、来たー。ちょっと待って、ほら、股間を狙い。多くないか、なんかこの、いやマジか、待って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 、いきなりちょっとハードすぎだろこれ。どうする、何をガチャガチャすればいいんだ。足狙ってさ、いやダメだ、追撃はできない。逃げるっていうか、どこへ行けばいい。ガチで倒しきれないだろう。くそ、あっかー、もう死にそうだ。反応があるのかも。敵もう一体いたよね多分。あ、いるよ。一体どころじゃないか。なんだ、だってどうせリロードって言っても、まず今のうちに。ちょっと待って、これ2体来たらもう絶対無理。いや無理だ、無理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 、死んだ。いや死にそうだ。消えろ、ハーブ、ハーブ拾う。なんでお前がハーブ持ってんだかわかんないけど、とりあえずクラフトしよう。もうもったいないとかそういう次元じゃないから。で待ってね、回復、ま、どこへ行けばいいんだ。逃げ道がない、あそこに。え、終わりか。マジでそんなわけないよね。は、生き残りが行くか。てかマジマジでどうやって出んの。ここに入ったのはもしかして間違いだった。開ける？いやいや、よく左手力入るな。いやいや、左手ほんとどうなってんのこいつ。これやる意味あった？このイベントなんか体力減っただけなんだけど。待って待って待って、取り残しのアイテムはもうありません。じゃあ行こう。血が、声がすんな。こういうとこ行けんのかな。あ、鍵外した。どこ行ける。お、奥。なんだ、どうなってんだ。一周できるよっていう、ただそれだけ。なんかアイテムらしきものはなかったよね。まあ、ただバイオハザードシリーズって基本ナイフクリアができるはずなんで、
ナイフだけでも多分なんとかなんだよね。慣れれば。慣れるっていう次元じゃないんだけど、ちゃんと木箱も開けていこう。ハーブ。いや、回復薬これすぐ使うな。ガードがなんかどれくらい意味あるのか。さっき結構ガードしたよね。いや、待って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 。こっちか。え？マジかよ、なんかいるとか。え？声がする。走る。マジか。なんだ。ちょっと待って、いろいろ見たい。いろいろちょっとアイテムが。ハーブ。きしょ。おこれ。ちょっと待って待って。いえ、いきなりショットガン。よし。生き残るって何やねん。こっちなんかあんの。下に行けんな。ガード。待って待って待って、もう分かんない。ガンパウダー、小麦粉、閉める、閉めろ、閉めらんねえか。いっぱいいな。ちょっと待って、これで使うのちょっともったいない。今のうちに、ちょっとハンドガン、ハンドガン、ハンドガン。よし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 。下行って、なんか自分のあれを閉めてる気がするけど、いや、いけねえ。なるほど。しゃがんで、いけない。待って、これはスクラップ。次から次へと。これいける。あ、火薬の樽じゃなかった。あ、なんだなんだなんだ。え、敵が撃ってる。そんなわけないよね。降りてくるか。煙幕になる。ちょっと出れる？あ、全然出れる。俺がただテンパってるだけだった。いや、追っかけられてたわ。消えろ。ちょっと弾がねえ。消えろ。強いけど、もう無理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 。弾ない弾ない。え？これさ、矢なんなの？めっちゃ燃やされてんやん。いる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 。ちょっとまずは。火薬樽がある。これ火薬の樽だよね。さあ来い。もうちょっと、もうちょっと、消えろ。よし、スクラップ A。 武器持ってんじゃん。いた。追いつかれた。逃げろ。どこへ行く。これ今大丈夫だよね多分。いや、もうちょっと全然アイテム回収できてないけど、目的地自体は逆かな。こっちへ行くのかな。ちょっと戻っちゃってるよね。やっと行って。冗談じゃない。ちょっと待って、これを開いちゃった。え、ナイフしかないよ。消えろ。いや、あんたどこへ行けばいいんだ。なんの、なんの、ゲッ。待って待って待って、処刑人みたいなのがいいじゃん。いや、無理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 。いって。あ、処刑人の来た方へ逃げるか。ナイフ一本で無理じゃん。これはどこ行けばいい。逃げ道がない。ここへ行けるか。鍵がかかっている。終わった。いや、もう追い詰められた。完全終わった。もうガードのガードどころじゃない。消えろ。死んだ。完全に死んだ。これはもう無理だ。弾突き刺される。ゴー。食われた。あいつを思い出すな。最初のそのバイオ4もやっぱり結構襲撃がきつくて、チェーンソー男が出てきたじゃないっすかって言っても、俺やったわけじゃん、やってるというか動画にしたわけじゃないんであれなんですけど、どっから なんでこれこんな、なんで死にそうなところから始まんの。え、どこ今、何の状況これ。なんでこんな死にそうなの俺。終わりか。あ、あ、一応開けるか。誰か、もしまだ生き残っている人がいたら、うちへ来て。
ナイフに切り替え。待って、銃は一応補充しておく。で、ここの鍵を開けておくべきだな。なんか逃げ道になりそう。とりあえずすぐ出れるように。え、あ、上にいるじゃん。もうマジか。ちょっと待って、本当に考えようってか、あのショットガン取らないのはマジでないから。いたんだ。ちょっと待って、アイテムください。わかった、もうサクッといこう。で、アイテム とりあえずパクりまくる。はいはい、これはもう絶対取る。よし、あとなんだっけこれで、ガンパウダーとかも結構手に入れたから、とりあえずナイフにして、近づいてきたら、まあ、うまくやってる間は多分大丈夫だよね。ちょっと一応やってみよう。はい、で下に降りて、でここも回収するでしょ。でここはこれだけ、こっちへ行ける。なんかちょっとこれ、ここから降りてきたんだよ。ちゃんとルートをやって、はい、しゃがんでる今。はい、エンマークで、こっからこっからどう逃げる。もうアイテムがあるけど無理だ。ここはこっちへ逃げ切ろう。ここちょっと待って、どうなってる。家の中に入るのでも得策じゃなさそうだよな。もうすでに来てるわ。これをちょっとなんか回収したい。なんだこれ、ああれだ、次から次へと。家の中はちょっと今のところ余裕がない。そんなにこっちはいけない。いやマジでいけねえ。もう来てるわ、早い。あ、マジか。で、あいつを倒すっていうのはもう無理だよな、正直無理だよ。これ使う。まず逃げ道をどうにかして、こっち行こう。で、ここ開かないんだっけ。くそ、ほら逃げろ。ガンパウダー、ここをねじろにして行くしかない。やめた、ここで突き刺された。いいさ、マジ強えな。ただいや、何匹来る。いやマジ何匹いんだよ。いや無理だ、ちょっと本当に無理。緊急回避みたいなのはないかって、あいつが出てくんだよ。そう、あのごっついやつが多分こっちで、冗談じゃない、冗談ではないって言って、ここ閉まってる。いや、どこへ行けばいい。こっち側も行けなさそうだしな。やつをどうするか。襲撃を生き延びるっていう目的が分かんない。何をすればいいのか。一回逃げよう。ここに入る。でもさ、こっち上行ったらさ、もう無理だよね。ショットガンまだ一発あるんだよな。来たか。ちょっとクラフトしよう、アイテムを。ハンドガンの弾しか作りようがないんで、あれ足りない？何が足りない？2個必要ってこと？これガンパウダー2個とスクラップ2個も必要なの？それは無理です。ガードして逃げる。痛い。ここへ来たのはまず間違いです。こっち行けんのかな。行
けんな。まあいけるはいけるけど、どうにもならんな。お、気づかれてない。上から来てんやん。そういうやつらがすげえな。それはすごい。こいつをどうする。こっちに逃げろ。俺の方が早いかやつが早いか、それは分からない。やはりこの家に入る。いや来てる来てる。ちょっと待って、もう一回同じルートで逃げる。くそ、やつら俺のこと見失わねえかな。察知能力半端ないだろ。ちょっと待って、でこっから先がわからん。こっちかな。いるわ。なんかもうこんなところに来てんのがイカれてんな。で入ろうこの家に。くそ、あれイベント。おなんだ、味方かと思ったら全然敵じゃない。いや多い、めっちゃいっぱいいる。なんか戻ってこないな。オッケー、大ボス、大きい槌。ちょっと見渡せるんだけど周りを。これで知性がどうなってんだ。なんだ、え、撤退してった。なんだ、また足もやられたよ。満身創痍だな。もうただ生きている。え、動けない。すごすぎる。生きる力、生きようとする力。さすが前回修羅場をくぐっただけのことはある。地獄の村へようこそ。アイテムだけ回収して、今安全だよね多分。あの村へ、村じゃねえや、この小屋へ逃げればイベントが進む。まあ正解だったのかな。ちょっと真相、時間なのかどうなのかが分かんないですけど、今は安全なんで、ちょっとアイテムを探しましょう。とりあえずショットガンは手に入れた。それはまあ収穫としては結構でかいと思います。あ、これか多分。これで OK だね。まあ下から行くより、あ、ここホールドできたんだ。一応ちょっと黄色いテープみたいなのが貼ってあって、分かりやすくはしてくれてるけど、でもテンパってそれどころじゃないんだよね結局。あっちの部屋も行きますか。体力的にはどうなってんだ。回復アイテムがないからな。ちょっと待ってね。まあちょっと操作、プレステ5の操作になれなくて、やっぱキャンセルでね、バツ押しちゃうんですよ。で、こっち。なんかあったっけ。ない。で入れて探そう。いや、ショットガンの弾、よし。ただこれはもうなんか戦闘用のショットガンじゃなさそうだからね。あれ、これ火薬たる。あ、時間かな。でもここにこれだけ用意されてるってことは、
一定時間経つとさっきのイベントが起きる。でここはここで小屋の中はやっぱアイテムがあるから入るべきだったんだな。でも逆を言うと今ここの小屋のアイテムを全然取ってなくて先へ進んだから、うおー左手が痛いだし、そう考えるとまあまあまあアイテムは残せた方なのかな。え、いや意味わからん、ちょ待って、あっちにも小屋があんね。でホールドで、あここ防げるよっと。なるほど、少しずつシステムを理解してきたかな。あとはここの小屋に行ってみよう。どうやって行くんだ。でそもそもさ、あのばあさんさ、どっち行った、あこっちの空いてないところに行ったのか。あ薬液、あ敵倒すとそういえばあれだよね、アイテム落としたりするよね。だからまあ敵も倒すのもまあありっちゃあり。あいけねえなこれ多分。うんだよね、一応ハンドガンにしとこう。銃弾は14発。取り残したアイテムは、まあ、ここは多分まだいけないから、逆側から来てるからこっからスタートしてるからね。でこう来て、でいつかまたこっち鍵とか手に入れてこっちに来れることがあると思うんで、まあその時に少し探索しますか。生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた、ここにいると危険だ。何を、おい、聞こえてるのか。そなたか、あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい待て、ローズはマザーミランダって。我らがために鐘は鳴る、また奴らが来るのじゃ。なるほど、ローズがここに。これでデモ版のところに来たね。でもさ、ご丁寧に締めていかなくてもいいじゃん。あれあの時ってまあそりゃデモ版だから当たり前なんだけど、手怪我してなかったよね確か。こいつ絵が描いてある。なるほど、そういう感じか。というところで、じゃあちょっとキリがいいので今回はここまでにして、でここから先はあのデモ版でやったところになるんで、まあアイテムとかねもちろんその探しつつは進めていくんですけれども、多少流れは分かっているんで、まあそれは次回やっていこうと思います。まあ難しいよやっぱりバイオハザードは。これいきなりハードモードでやってたらもう全然先進めなかったと思うんで。そう、あの初めてやるとき、実はバイオハザードシリーズってまあセブンとかそうなんですけど、アマチュアでやってもまあいいレベルではあると思うんですよね。まあノーマルでやってきますけど、まあそんなところです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。